食新聞です。財政健全化について戻ってすいません、お伺いしたいんですが、次期、中期、財政健全化計画のポイントとして、今のですね、健全計画では公共事業の削減とかですね、定員の減少とか削減ですか、そのあたりに力点を置いて歳出改革を進めてきたと思うんですけども、その路線みたいなものは変わらないのかどうか。はい、我々公共事業の削減に力点を置いて進めてきたというつもりはなくてですね、これは県債残高をいかに抑制をするかということですね。これが取り組むべき重要なことであると。で、この県債残高というのは、というのは県債を発行するから出てくるわけですけども、その県債の発行というのが、建設債、それから退職手当債、その他、財務上のですね、この特例的に認められているようなものということでありますので、これは付加費的に出さなければいけないものも含めてあるわけですけれども、そういったものを抑えるということが目標であります。で、実態として、今回の財政健全化目標のうち、この県債に関連する項目というのは前出しで達成をしてきていると思ってますけれども、それはこういった総合的な発行の抑制努力によって達成をしているわけでありまして、建設債なんかはですね、余計に発行抑制をしているというわけではありません。でそれから人件費の部分も、その経常収支率をコントロールしていくということが大きな目的でありまして、そういう意味でのですね、これも人件費のみならず、さまざまなことを進めて、このできる限り経常収支比率というのを、この低いレベルに抑えていきたいというふうに考えているところであります。その次期計画にそれが盛り込まれるかどうかというのは今現段階では言えないというか分からないというか、それは総合的に、どういう目標を置いていくかということがまずあって、でそれからその手段については、これも総合的に、検討していくということだと考えています。財政の要でいうと、財政を含む、基金ですねが、300ぐらいだったかなに今残ってると思うんですけど、知事としてはどれぐらいの、先ほど災害対応という話もありましたけども、どれぐらいの規模を残していくことが、適当かというか妥当かと、そのあたりの目安みたいなものは知事自身はお持ちなんでしょうか。その目安をどうするかということについてもですね、議論が必要だというふうに思ってまして、現時点ではですね、前回財政健全化計画を作ったときには、比較的その取り崩していくと、もうやむなしという考え方で進めてますけれども、実態としてはですね、それほど取り崩さなくて、済んだという結果がありますが、そこはですね、一つのバッファーなので、柔軟に考えつつもですね、逆にその財政の柔軟性を考えると一定規模は必要だというふうに思いますから、それが全体の中で、どれぐらいのレベルにしておくかというのはですね、まさに重要な検討の対象だというふうに考えています。なかなか数字的なことは言っていただけないかなというのは分かんない。今言ったらもうできちゃうことになりますから、そういうことじゃないということですよね。今の300円規模が十分かと言われるとそうでもない。いや、それは多ければ多いほどいいんで、多ければ多いほどいいっていうのは、多ければ多いほどですよ、その柔軟性は増すわけでありますから、かといってそのためにですね、あらゆる事業をやめてここに積み増しますっていうことは、適切ではないので、それはなんていうか相関関係にあることですから、慎重な検討が必要であるっていうことですよね。
朝日新聞の清水です。その財政のことでちょっと関連で、2月補正を合わせると1兆円超という、まあ、久方ぶりの額です。しかし、知事、自主財源というかですね、自由に使える、まあ、財源というかですね、これはまあ、そんなに消費税率の市町への交付金が450億円超もですね、あるという、半分そういう話も含まれてますんで、結果的にその災害とか地方創生にたくさん重大をしたと言いながらも、結果的にあんまり金はまだまだ苦心してるよというお考えなんでしょうか。その金、資金繰りというかですね、それについては。それは当然そうですね。まあ、そもそもですね、臨済債の問題もありますし、それから、まあ、まあ、今回99億くらいですね、確保してますけれども、そもそものこの広島県の財政規模の中で、法令で、ほぼ決められているようなですね、予算というのが、まあ、ほとんどを占めるという状況は変わらないわけですね。1兆円予算といってもですね、まあ、9割方はその福祉であるとか、その法定でもう支出が決まっているようなものであります。あるいはそのご承知のようにその教員の数とかですね、警察官の数というところで、ほぼ事情決まっているようなところでありますから、それはですね、まだまだ、まあ、借金の規模もまだ大きいですし、はい、そういうことを含めて、厳しい状況が続いているという認識です。はい、読売新聞の内田と申します。すみません、はい、ちょっと財政の話から離れるんですが、はい、昨年末あたりからこう、まあ、今まで県政の課題と言われてきたような土木関係 の、 土砂災害ではなくて、例えば鞆の浦ですとか広島高速5号線、それから広島市東部連続立体交差事業についてなんですが、今回特に鞆の浦含めてなんですけれども、はいはい、まず昨年、今年度の当初予算編成に比べると、はい、こう拡充された感があり、まあ、一定の動きを見せたのかなという感じがするのですが、はい、改めて今後いかように、まあ、それぞれのもちろん事情があるとは思うんですけれども、いずれにしても県と地元が何しかのこう、まあ、対立とは言わなくてもちょっと共和音があるような部分だと思うんですけれども、今後、まあ、次年度に向けてどのように取り組んでいくかを改めてお願いしたいと思います。そうですね、まあ、特にこういった予算というのは予算があって結果があるんじゃなくて、まあ、結果があって予算があるということなんですね。ですから、そのこれまで話し合いをとか協議とか検討を進めてきた結果として、来年ではこういうことが取り組めそうだというものとして予算が現れているわけです。で、もちろんまだ固まったわけではないものというのも多々ありますし、ご理解をいただかなければならないということもたくさんありますけれども、いずれにしてもですね、それぞれの案件において、その利害関係者の皆さんと丁寧に、お話をしながらですね、で、多くのケースはその基本的な目標というのはみんな共有をしているんだと思うんですね。で、ただそこに至るアプローチっていうのが若干異なっているということで、そこのすり合わせが必要なんだと思いますけども、そういうすり合わせを丁寧にやっていくということがまず基本だと思います。RCCの鴨沢です。ちょっとまとめ
マニアックに入っていくんですけども、イノベーションの部分の担い手が生活設計を受ける農林水産業の確立という分野でですね、はい、和牛の生産拡大であったり、林業の、はい、振興化というところに、改めて、広島のいわゆる中特に中山間地域の、伝統的な産業というところに、改めてスポットを当てらっしゃいますが、はい、まずこの辺の狙いっていうのを15ページです。15ページですね、はい、例えば和牛の話で言いますと、広島県はこの牛肉のですね輸入県なわけですね。で、この和牛というかこの畜産というのはですね、このなかなか苦しい、経営的に苦しい側面もありますけれども、でも場合によってはですね、比較的大きな規模になりますし、収益も上がりうると。でそのためにはブランド化っていうのが必要ですし、この県内でこの輸入されている牛肉をその県産和牛に置き換えることによって、その所得の向上を図ることができる可能性があるというものであるわけですね。したがって、広島牛というのは特に和牛のこの源流のような部分がありますから、そういった部分を活用する、これが例えば非和牛であるとかそういったものですし、この、広島県民がこの結構その広島牛というと価値を認めていただけるところもあるので、そこにアピールをして、これはブランド力ということですよね。ブランド力を高めていくということですね。そういったことに取り組んでいきたいというのが、例えばこの県産和牛というところであります。で、いずれにしてもですね、その中山間地域を考えたときに、これはそこで仕事を作るというのはいろんなことが考えられるわけですけれども、これ畜産も含む農業、が一つ大きな希望であるということはですね、変わらないことでありますから、そこがしっかりとその所得を確保できる業として、確立をしていくということが重要なことだというふうに考えています。その結果もこういうことにですね、力を入れていくということで、その担い手が生活設計を描けるというふうになっているのですが、それぞれの分野で非常にその現場で今やっている人たちと一緒に高齢化しているわけです。そうですね。で、その担い手になる人材育成も含めて言うとですね、その今ここに成果目標で和牛であれば2カ年ぐらいの計画が目標はありますが、はい、どれぐらいのスパンというか、その人材育成も含めて、こういう取り組みをこうどれぐらいの長期的なスパンで。そこはですね、今もともとベースにありますのはチャレンジプランという、農林水産業チャレンジプランというのがありますので、これは32年までの計画になっているわけですね。でそれに基づいて今アクションプランというのを作って、それに基づいて動いています。したがって、最終的というか当面は32年に向けてですねやっていくと。で担い手が将来の生活設計を描くことができるっていうのは、具体的に言うと1世帯あたり500万円以上の所得を確保するというところであります。で平均年齢を見るとご指摘のように今70歳とかですね、非常にこの高齢化が進んでいるわけでありますけれども、個別に見るとこの若い担い手というのが、参画をして、そして、経営的なこの安定化を図っているというところはたくさん出てきていますし、その品目であるとか、あるいはその形態によっては、非常に、このそれこそサラリーマンでも恨むような
所得を得ていらっしゃる農家もいらっしゃるわけで、そういったところはですね、できるだけ多くの人が目指していけるように、我々としても支援をしていきたいというか、一緒に作っていきたいなというふうに思っています。